韓国の人気 YouTuber であるヤン・エウォンさんの露出の激しい写真を最初に撮影し、流出した容疑で逮捕状が請求されていた撮影同行者募集ブローカーの45歳の男を拘束した。ヤンさんの暴露で触発されたいわゆる、ヤン・エウォン非公開撮影会事件の関係者が拘束されたのは今回が初めて。 ソウル西部地裁は2日午後9時5分、逃亡の恐れがあるとして男に対する逮捕状を発布した。男の逮捕の知らせを聞いた警察は、拘束後も関連容疑に対して続けて捜査していくつもりだと立場を明らかにした。ソウル西部地検の女性児童犯罪調査部は先月28日、 小暴力犯罪特例法上の同意撮影物流布の強制わ説容疑で男に対して逮捕状を請求していた。検察によると男は、2015年7月10日にソウル市の合意駅近くのスタジオで、ヤンさんの露出の激しい写真を撮影して流出し、撮影中にヤンさんに対してわ説行為をした容疑を受けているという。 男が撮ったヤンさんの写真は、3年後に猥褻なサイトにルフされた。ソウル朝浦ラ警察署は男が逃亡や証拠隠滅の恐れがあるとみて逮捕状を申請した。